おはようございます。ジャスト株式会社代表関正幸です。はい、まあ、ちょっとまたこれ幸福学の範疇に入ると思うんだけど、はい、前ね、こう80歳85歳以上ぐらいになると結構幸福感が増してきますよみたいな話で、はい、これ、はい、慶応大学の医学部で調査してこの現象を名付けたんだよね。 老年性超越、はい、 でもね幸福度を調査すると、まあ、これが年齢のエイジ、はい、で これが幸福度、まあ、ハッピネス度みたいな。日本だとずっと延々と落ちてく感じなんだけど、はい、で大体調査がね、大体これが80ぐらいで終わってて、ね、はい、でまあある一部の人かもしれないんだけど、80ぐらい急激に上がってるよね。という話覚えてる、はい、老年性超越って、はい、覚えてます。でアメリカあたり行くとこういう感じなんだよ。はい、老人万歳だよね、本当に年取りは取るほど、うん、日本は遅れてこう上がってくんだけどね、うん、はい、でこれがな原因が僕がちょっとだんだん分かってきて、なんだと思う？僕が見て思ったのは、うん、まあアメリカのあんまり制度も知らないですけど、うん、社会保障の制度だったりとかの部分で、うん、やっぱりまあお金っていうのはあんまり痛くないですけど、うん、なのかな。だけど80から上がる意味がわからないか。アメリカはねもっと悪いよ、日本より。いい人はいいけど、はい、あ、そうですね、老後の社会制度で、ね、悪い人はもっと悪いよね。そうですね、うん、でそこら辺もねあるんだけれども、ちょっとこれとまあ関係、アメリカという話じゃないんだけどね、あるね、脳科学者みたいな人いて、脳科学かと精神科医か分かんないんだけど、まあ、どこ欧米のだよね。こう人間に右脳と左脳ってあるんだけど、はい、その人がまあ、お医者さんだったと思うんだけど、左脳がね機能しなくなったこともある。はい、おそらく血栓が詰まって、はい、あるところ壊死しちゃって、はい、でどういう状態になったか、まあ要は右脳しか働かないんだよね、はい、どういう状態になったと思う？どっちがどっちでしたっけ？ね、左脳っていうのはこの物をもう分類したり分析したり、言語も司る機能だよね、はい、でまあ、理性の司る部分をある程度担ってるかもしれない、はい、これね、この逆にこの右脳っていうのはこの映像的なものだとか感覚的なものだとか、はい、まあ、音楽とか芸術とかそういう部分を司る、はい、まあ、人間って両方必要なんだけど、うん、そっちだけいっちゃって、その芸術的なこう機能、はい、感覚的な機能だけがこう、まあ、逆に大きくなるよね、そういう時、はい、それでね、やっぱね、そうするとね、こう、いや、この左脳がこう一回機能止まるってことは、うん、この分類する機能がない、はい、分別する能力がない、はい、まあ、当然善悪とか利益損得とか、うん、そういうのもなくなるんだけど、うん、あとね、こう自分と自分以外のものをこう境界線もなくなっちゃう、はい、うん、自分が何者かっていうのはよく分かんなくなって、だんだんね、こう見てる世界がこうつながってくるんだよね、はい、でまあ、最終的に宇宙と一体みたいになって、宗教体験っぽい話になってくるんだけど、はい、そうですね、なんかね、こう幸福感に宙吊りにされてるような、こう恍惚とした感、もうあれだよね、ほんと瞑想でこう悟りを開いたような、はい、そういう世界に入ってくるらしいで、はい、でこの人は一回戻って、これ左脳がまた機能し始めて、はい、また回復したんだよね、はいはい、でそしたらまた戻って不幸になるよ変な話なんだけど、でこれだとちょっと理屈、85歳からさ、はい、こう良くなってくるっていう、こう幸福度が増すっていう理由がね、だんだんつかめるような気がするね、まあ、だんだんこの記憶力も衰えていくし、当然分析力が衰えていくんだけど、はい、右脳の機能だけが残って強化されたら、うん、幸福感増すよね。増します、うん、有名な物語で「アルジャーノに花束を」っていう、うん、物語があるんだけど、結局あれだよね、この脳が脳の発達障害
の人がいて、こう いじめられるんだけど、うん、であとある日この脳を回復する機能を回復する手術を受けたら急に不幸になって、うん、これによく似てるんで、うん、だから僕はよくあのね、あの善悪とかそういう分別の世界から超えた世界を、うん、があると幸福になるよっていう話してるんだけど、なんかこうつじつまがだんだん合ってくるような気がするんですよね、うん、ちょっと一旦閉じましょう。どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。